あとあれだな、街もちょっとどうしようかな、作ろうかな、なんか。でも前回もレンガだったしな、今回もレンガで、青い石畳。石畳でも作れるかな。青い石畳、20個で足りるかな。床石。レンガウォール。でも石畳一応作っとこうか。石畳作っといて、ちょっとなんか見た目を良さげにしてみる？ちょっぴり。えいみたいな。何？下のやつダメなん？俺おしゃれに目覚めたんだ。ちゃんとね、範囲も調べて。オッケー、なんかいいでしょ、ほら。いいっすね、いいっすね。ほうほーい、ほいほーい。壁もしとく？壁も。いいっすね。ちょっとなんかここら辺全部一体石畳してやろうかな、これ。してやろうかな、なんか。よくないですか、これ。周りも凝っていくみたいな。これはストーリーが進まないぞー。水の底にベッドがあったかいかなと思って、あれだよ、なんだっけ、こたつで寝るみたいな感じだよ。こたつで寝るみたいな、そういう要領で。まあいっか、ここら辺埋めたし、もう行きます。じゃあそろそろ武器屋の壁、これこれあれば姉子クエストが受けれるかな。えいと、エイト、これでどうや？あれ？おい。おい、この野郎。ん？あ、剣の壁か。なんだ、めんどくさいな。なんだ、なんだ、要求が激しい。ここじゃないし。ほら。どうだ、こら。荒くれ温泉。住人が綺麗な服に着替える。住人の武器が強くなる。なんで温泉で武器強くなるんだよ。話せ。まあ、マジンタ、温泉を素敵に飾り立ててくれたのね。温泉はマイラの象徴でもある。温泉を立派にしておけば、姉子も喜ぶはずよ。姉子はよく言ってたわ。武器の発明に行き詰まったら温泉に入るとリラックスして気分転換できるって。姉子と温泉に入りたい。せっかくに言うと姉子は昔、発明家の助手のようなことをしていた。その発明家が残した手がかりをヒントに魔物を倒す武器や兵器の開発を進めていた。ふむふむ。そこに理由があると、姉子がさらわれた。素敵な温泉をどうもありがとう。これで姉子を助ける、英気も養える。準備ができたら姉子、救出作戦のスタートよ。お、作戦とかあるの？温泉に剣は錆びそうだね。え。おー、バトルで取り返す感じ？え、待って待って、心の準備が。姉子を助ける。
よしな、ついに準備できたな。いよいよ姉子救出作戦、決行する時だぜ。と思ったらだ。城に攻め込もうとしてる俺たちを見て、魔物どもが先手を。そっちかい。なんだ、姉子じゃないのか。しのがなきゃならねえ。頼むぜ、神探。準備は、はい。ハグヌアー、どういうことだ、これは。こんな時に激しい腰痛が。もう黙れよ。黙れ。まあ、何の見せ場もなかったら、この戦闘もカットで。オッケー。どこだ？鎧の騎士軍だ。ほら、壊してみろよ、俺たちの城壁を。壊れたー！嘘やん！嘘やん！白い石、嘘やん！え、マジで？驚きのあまり、マスオさんが。命の木の実。壊れたぞ。壊れたぞ、壁が。壊れたぞ、壁が。もう一応直す。もう、なんだよ。見た目的に直すよ。あ、やばい。もういけるか。もう。ちょ、姉子救出作戦やってくるわ、じゃあ。あ、いただきまーす。うめー。はい。魔物たち追い払った。あ、姉子救出作戦。始める、この準備はいいか。はい。姉子は魔物の城の中で一番合ってる。これを助け出すのももちろん第一の目的。だがそのために姉子が入れられてる牢屋を壊すための強力な武器持ってる。その武器を作るにはだ。姉子を研究していた発明メモに書かれている。いろいろな兵器作りの大元になるマシンメーカーってもんがいるらしい。何それ。厄介にもそのメモ自体が今魔物に奪われちまってる。そこで大事だ。救出作戦の第一弾として魔物の城からまずその発明メモを手に入れてくれ。いいじゃん別に。肉弾戦でいいぞ、もうぜ。俺いつものように留守番してるぜ。お前たちの無事の帰りを夜空のお星様に。なんだ。おお、なんだよ。凍てつくような冷たい目で人の顔見るんじゃねえ。わかった。わかったよ。お、誰であろう、姉子のためだ。今回ばかり俺も行くぜ。お、城の場所はコンパスを見りゃわかる。しっかり準備整えてみんなで行くんだ。心の準備ができたら、もう一度俺に声をかけろよな。何？何？じゃあもう今度3人連れて行けるってこと？まあ別にいらんけど。まだ街はできてないですね、俺の街は。安定の豆腐建築だが。まあとりあえず行くか。なんだよ、準備できちまったのか？よし、いよいよだな、ジンタ。いつものようにお前に頼みがある。俺たち荒くれは血の気が多くてダメだ。お前が作戦のリーダーになってくれ。いいか、魔物の城に攻め込むにはチームワークが大切だ。いくつか注意を言うぜ。一つ、回復薬はたくさん作っておけ。リーダーのお前が倒れたらおしまいだからな。一つ、仲間とは常に行動。単独行動するとはぐれちまう。極力一緒に動け。一つ、深追いはするな。時には引くのも大切だ。やばくなったら逃げるんだ。ちなみに、やられた仲間を見失ったらコンパス見りゃ居場所がわかるぜ。さあ、まず、発明メモを取りに魔物の城に。青い扉の先。ウェーバーとギャラにもかけろ。はーい。あ、ついてくる。もういいのか。はい。ついてこい、ガロン。ねえ、ゴロゴロしてるよね、みんなね。詰め込む準備。はい。お、暴れてやりましょ。行こう。作戦のリーダー、必ず仲間たちの動きを見て一緒に行動する。さあ、行きましょう。なんかみんな俺のことを信用してるのか、みんな。でもみんなついてきてる、これ。あれ？今解約した？契約を。ちょっと待って。できてるよ。行く準備、はい。置いてたの、ガロン。お前、何やってんだよ、お前。来いよ、早く。早く、さっき聞いた、それ。聞いた。聞いた、早く。これでいいのか？オッケー！うわぁ、うわ、ついてくる。臭そう。汗臭そう。うわぁ、行きたくねぇ。行ってくるわ。でも、あ、待って、入ってこいよ。はぐれたのか、もう、早速。行こう。ここ初めて来るとこだね。待って。これで取れる？あ、取れないんだ。あ、取れないんだ、クソ。やめろ。無駄な戦いは。関所の門番たち？なんかいる。なんかいる。やめて。頑張れ。頑張れ、ガチムチ。うわ、敵増えた。敵増えてる。く
そ、お前なんで来たんだよ。敵が一人増えたわ。倒せ倒せ、あ、やばい、やめて、やめて、怖い。死ぬなよ、頑張れよ。よしよしよし。くそ。くらいくらい、オッケーオッケー。よし、関所制圧。結構余裕だったな。この壁とか取れない？取れないのか。マリも大事にね、じゃあい。くそ。なんか戦利品が欲しいな。左上か。あ、なんか砦みたいな。トロールがいる。見える、みんな。トロールがいる。あの無駄に硬いトロールが。橋作ろう。橋作るしかねえな、これは。土でよ。土で橋を作るよ。ついてこい、野郎ども。落ちるんじゃねえぞ、マグマに。そんなダメージはないとはいえ。落ちるんじゃねえぞ。なんか落ちてね、みんな。落ちてるじゃねえか、お前。お前落ちてんじゃねえか。落ちてるんじゃねえよ。落ちようと思うな。びっくりしたわ。待って、勝たないこれ。あ、待って。そっか、硬いと思ったら。くそ。お前、そいつら勝てないんだからやめとけ。やめとけ。え、温泉と思ったんじゃねえ。そんなバカな。ドジっ子か。待って。この、骨は欲しいっすね。暗いっすわ。暗いっすわ。暗いっつったらフレームが明るくしてくれたけど。上の方か、さらに。わあ、巨城って感じ、敵の。なんか人がいる。いや、話す。おや、君は僕の姿が見えるのかい？それでこんなところで何をしに？ひょっとすると牢に捕らえられてる女を助けに来たのかい？だとしたらやめておくんだね。あんな女を助けるとろくなことにならない。え、なんで？ん、どうしたかって？それはね、あの女が人殺しだからさ。何？悪いことは言わない。さあ、このまま引き返すんだ。あたいとしたことが、
待って待って、あたいあたい、待って待って待って、アネゴ、アネゴの姿見たい、アネゴの姿見たい、アネゴどんな姿なの、やばい、死ぬ死ぬ。